はい、トーマです。こんばんは。本日はお知らせチェックからやっていきたいなと思います。数値チェックの方も実はやってはあるんですけれども、そちらはこの後アップしていきたいなと思います。まずはどの選手が来たのか、ちょっと動画見ていきましょう。前よりさらにレベルアップした状態でフィールドに立つ。世界と渡り合うために俺はさらに高みを目指す。僕は僕のやり方で最高のゲームメイクをしてみせる。俺だってやるときはやるんだ。サッカーは芝の上での騙し合いや。はい、というわけで美咲くん、森崎くん、松山くん、杉本くん、たけしといったような形のキャラクターでしたね。まあちょっと予想と外れてしまったのが松山くんのところかなと思うんですけども、さて早速お知らせ見ていきましょう。で、今回まあとりあえずキャラのね、あの数値とかあの情報に関してはこの後アップするもので詳しくはやっていくので、ここのお知らせチェックのところではちょっと抜粋した感じで見ていこうかなと思います。まずは J リーグコラボキャンペーン開催の新シナリオ、こちらが追加されております。で、美咲くんのセレクション、美咲太郎ステップアップガチャというところで、こちらの詳細見ていきましょう。まずステップ5で1枠 SSR 選手確定、ステップ8で1枠 SSR 選手確定、ステップ10で1枠新選手確定、まあ、美咲くん確定ということになります。で、美咲くん、まあ、注目すべきはやっぱりメイン技、S ターンオーバーヘッドパスということで、一番威力の、歴代美咲くんの中で一番威力の高いパス技が実装されましたよといったようなところが、まあ、一つポイントかなと思います。あとは、まあ、やっぱ即属性の美咲くんということで、まあ、あの早日本のね、美咲くん、あのシューターだと思うんですけども、こちらの美咲くんが追加されたということですね。まあ、ちょっと低空きの S シュートとか、まあ、欲しかったなとは思うんですけど、まあ、そちらは残念ながらまだつかないということですね。やっぱり美咲くんは低空きが大得意ですので、まあ、早いところついてもらえると、あのフェスとかにね、移植したりすると面白いのかなというふうに思うんですけど、で、まあ、この辺の潜在スキルとかっていうのは数値の方でまた見ていきたいなと思います。で、ステップアップの詳細ですけども、1個から始まってくるパターンのやつですね。ここら辺はいつも通りですかね、おそらく。で、ステップ5まで行くと15個で5連ガチャで1枠 SSR 確定、そして、ステップ8だと30個とかになってくるので、どうでしょうかね。まあ、普段からやられる方であれば何個ぐらいっていうのはなんとなく分かってるのかなとは思うんですけれども、まあ、最悪ステップ10まで行った場合は、あの美咲くんが確定すると、まあ、いうところですね。まあ、その手前で、まあ、引ければあの一番いいのかなといったような感じですか。はい。でも、まあ、どうなんでしょうね、この美咲くん、まあ、ちょっと数値チェックをぜひご覧にいただいてから、あの優勝ガチャのね方のご検討もいただければなとは思うんですけれども、まあ、もう S パス欲しいだよっていう、絶対 S パスこの一番強いやつ欲しいんだよっていう話であれば、まあ全然狙っていってもとりあえずはいいのかなというふうに思います。さて、続きまして、まあ美咲くんの普通のガチャもありますよというところと、あとセレクションガチャ、まあ、こちらはガチャを回してメダルが獲得できるやつです。なので天井付きのパターンのやつですね。で、ちなみに、先ほどショップもちょっと確認してきたんですけども、天井は40連が一番浅い天井になっております。40連の天井と75連の天井があるということになっているので、まあ、ちょっとそれ先に見てみましょうか。はい、こちらですね、この J リーグメダル、ショップの J リーグメダルのところに40連で松山くんとかたけしとかこの辺が取れると書いてあるので、で2枚まではあの40連までで取れますよと。で、その後の残り3枚、こちらが75連で取れますよということで、まあ凸とかも含めて、まあ本当に例えば松山くんだけ狙って全部出なかったとしたら、80連プラス 75×3 だから、225連ですか。なので、まあ、305連ぐらいで、まあ、300連ぐらいすると、あの本当に何も出なかった場合は一応全員1人1キャラ5人ぐらいまで取れるといったような感じですかね。まあでも40連で1キャラ必ずもらえるっていう部分に関しては、あの結構優しいんじゃないですか、もしかしたら。まあ、あのそこら辺は、40連するのもしんどいよっていう人もいるとは思うんですけども、結構無料のね、あの夢玉とかも配られておりましたので、40連ぐらいはサクッとできちゃうのかなといったようなところです。
まあ、自分はもう今24個しかないんですけども、はい。で、バイタルエリアマスター、まあ、こちらの詳細も書かれてますね。新しい特技ということで、ペナルティエリアと中央エリアの間の部分ということですね。なんとなく予想通りだったかなと思います。で、松山くんに関してはもうとにかくやっぱり特技バイタルエリアマスターの 25%、 これが非常に高いんじゃないかなと。で、さらに合わせてシュートキラー、浮き球以外のシュートに対してパラメータプラス 50% もついてるので、数値的にはかなり来るんじゃないかなと、上位に来るんじゃないかなっていうところと、まあ、ちょっとメイン技の鉄砲水タックルっていうのの威力が低いのかなと、まあ、言ったようなところです。で、タケシ、サイドライン付近でのパラメータ 20% っていうのはタケシのことでしたね。で、注目すべきはメイン技がスイストパスカットっていう450威力のパスカット技がついているというところでしょうかね。まあ、なので素早いパスカットに変わる新しい強いパスカット技っていうのがタケシにつけることができるようになりましたね。ね、ホットライン付与タケシということで、フォワードに対して、パスを送れば 5% フォワードが上がると、まあ、いったようなものもついてます。そして森崎くんに関してはやっぱり読み勝ちマスター付与かっこディフェンダーっていう、これが非常に面白いスキルなんじゃないかなと、まあ、特にディフェンダーがまあ単純に 10% パラメータ上がるっていうふうに捉えてもいいと思うので、非常に強いんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、この辺が新しいガチャですね。で、提供割合はいつも通り普段の回す分には 3%、 そして 0.42% っていう形にはなってます。なのでね、ここの場所で引き当てるっていうのは難しいかもしれないですけど、まあ、40連してあげれば最低1人とかは取れるよといったような感じになっておりました。はい、まあ、なのでね、ちょっと良心的なガチャなんじゃないでしょうかね。あとは J リーグの公式戦ユニフォームっていうのがたくさん登場しておりました。こちらがですね、なんかすごいたくさん追加されてたんですけども、コンサドーレ札幌、なんかベガルタとかモンテディオ山形とか、なんか水戸ホーリーホックとか、なんかその栃木 SC とか、なんかすごい何でしょう、本当に全部追加されてる感じがしますね。これは FC 町田ゼルビアとかもあるんで、 J3 まで入ってるのかな、多分、ごめんなさい、間違ってたら申し訳ないんですけども、 J3 まで入ってるんじゃないかなというふうに思います。なんかパッと見 J3 入ってなかったらごめんなさい。はい、というわけで、逆に JFL まで入ってるよっていう風に言われたらごめんなさい。はい、というわけで、はい、すごいユニフォームたくさんあるので、自分のその例えばファンのユニフォームですよね、サポーターとして応援してるチームのユニフォームとか、これはあるんじゃないですか、皆さんきっと。なのでそちらをゲットすることができるということで、これ非常に嬉しいですよね。で、続きましてデイリーシナリオ、はい、こちらが来てますと。これは1日1回しっかりやっていくようなやつですね。こちらかな。まだ自分は消化はしてないんですけども、これですね。はい、こちらが1日1回、4時に更新されますので、注意して、毎日しっかり消化していくようにしましょう。はい。この4時に更新されるっていうのは結構、個人的には分かりづらいんですよね。12時回ったら、できるようになってほしいなとは思ってるんですけど、毎回中途半端に4時とかって言われちゃうと、本当やりそびれたりすることもあるので、いつも気をつけてます。で、ログインボーナスで最初杉本くんもらうことができました。で、イベントミッション、こちらが、追加されてます。これじゃない、これですね。はい、まあ、最終的にイベントミッション全てクリアすると、杉本くんプラスセーサーアルボール10個とか、まあ、いろいろもらえるやつですね。まあ、結構ここら辺はしっかり取っていくといいのかなと思います。はい、では続きまして、はい、あとはパック系ですね。必殺技強化パックとか、まあ、その辺が売ってますよというところです。まあ、こちらは課金できる方は、まあ、必要な方はですかね、必要な方は、ショップの方で、見てみてください。で、イベントラインナップ、潜在覚醒解禁ということで、これはナポレオンですね。はい、ナポレオンくんが潜在覚醒がつきました。まあ、これ非常に、まあ、通知チェックの方はもう実はしてるんですけども、結構上がってます。またそれは数値の方で見ていければなと思うんですけど、まあ、特筆して言うべきなのは何でしょうね、コブピエール、違うか、まずコンビネーションピエールっていうので 15% 上がるようになりました。
もともと 10% だったんですけど、こちらが 15% アップになっているので、まあそもそも結構上がってるよというところですね。はい、続きまして、まああとはその他セールとか5倍になってたりとかっていうようなところが来てます。はい、あとアップデート情報、こちらはアイコンの変更を行いましたというところと、あとブラックフライデーキャンペーンっていうのが来てて、ブラックフライデーキャンペーンに関しましてはパックですかね、はい、この辺が来てると。前回来た時ってどんな感じでしたっけ、めちゃくちゃ安かったでしたっけ。この辺がまあ正直半額、いつもの半額ぐらいではにはなってないとダメなのかなというところはあるんですけど、すいません、どのぐらいだったか覚えてないんですけど、まあすごい安いパックが来るのかな、11月27からということでした。はい、というわけで、今回はお知らせのチェックという形でちょっとお知らせ見ていきました。この後数値チェックもしていきますので、ぜひご覧ください。まあそれをまあ見た上で、まあ今回のね、みさきくんの優勝ガチャであったりとか、まあこのセレクションガチャ、まあセレクションガチャに関しては、あの無償で回せ、無償玉でも回すことができるのと、40連っていう非常に浅いあの天井がついているので、あの誰かしら欲しいなっていうキャラが、まあ、いるのであれば40連は全然やってもいいんじゃないでしょうかね。これはかなり優しいガチャなんじゃないかなと思います。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ参考にしていただければ、ね、幸いです。お役に立ちましたら、いいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。